どうもこんばんは、ミッドナイトユーグトリネーショーです。ちょっとね、久しぶりにあるとこに来たんですけど、まあなんか話は聞いてたけど、塞がれてるのと監視カメラがついてますね。こういう風にね、畑トンネルってとこですね。まああそこが塞がってて、そこから降りられたんですよ。まあ、ぶっちゃけ下行っちゃえば降りられるんですけど、下の道からだとね結構だるいんでね。今日様子見だけ来てみたらこんな感じでした。まあ今現在何回かもう行ってるんでね、危ね。もう何回か行ってるんであれですけど。もう入れないのかな。はい、まあ、まあ報告だけに、まあ、何人からか見てきてくれって言われたんでね。はい、お疲れ様です。ちょっと短いんですけどね、報告こんな感じですね。上からは無理っす。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。帰るぞ。で、帰り心霊スポットを通っていくんで、車載で心霊スポット動画を撮ります。よろしくお願いします。ちょっとね、帰りながら心霊スポット撮るんじゃと思って、久しぶりに車載で行こうかなと思います。はい、よろしくお願いします。
ってきちゃえば、あの仕事の帰りにとかね、そのまま電車で来ちゃうけど、よいしょ、あーいい感じかな、合ってる感じかな。で多分 T 字路に当たると思うんで、これで当たんないんでしょ。迷うの得意だからね。これ有馬ダムのところだ。よいしょ。ここ左に行くとね、あの有馬ダム、名栗湖っていうね場所ですね。心霊スポットで調べると出てきます。前南條ちゃんと一緒に一周したところだね。階段離しながら、まあ一人ではちょっと一周する気にならないかな。1時間半ぐらいかかって、なおかつ熊が余裕で出るっていうね、まあ嫌な場所ですね。普段は釣り客とかがいるのかな。
一番上にあるんだけれども、まあなんかね、変な噂を聞くんだけどね、よくあの星とかね、夜景とか撮りに行くんですよ。1800mm のレンズ持ってって、バズーカみたいなレンズを持ってってね、そこからスカイツリー撮るとね、もう目の前にスカイツリーが見えるんで、埼玉からねスカイツリー撮る動画よく撮ってたんですけどね、ちょっとあまり行く時間がなくなっちゃってね。あとは星を撮りに行きたい、あの星撮る人っていうね、あのオカルトラジオのトモさんがあのね、名前決めてくれたね、あれね、またそろそろね、いい季節になってきたからやろうかなって。星と UFO っつってね、確か星と UFO だったかな、今 7個ぐらい動画上がってるのかな、確か空の人、星と UFO だ。 UFO って何て言うんだろう、 UFO を撮る企画だったんですよ最初は。でそしたらあまりにもその、ね、こっちのカメラで撮ると夜景と星が綺麗だってことになって、うん、それがメインになっちゃってたけども、まあね、なんかワンチャン映るかななんていう体ではちょっと撮り続けたいけどね、一回だけね、道平山っていう場所があるんですよ、秩父に。ソードアートオンラインの劇場版の最後の舞台になったところかな、そこで変なもん撮ったんだよね。その動画がなくなっちゃったの。なくなるはずないんだよ、多分俺が消したんだけどね、間違えて。あれ見せたかったんだよな、不思議なもんが撮れたんだ。空をね、紫色のようなもんが行ったり来たり行ったり来たりしてて、でなんか雲の上、あの時はでも雲出てなかったかな、あの空の上の方って言ったらおかしいんだろうけど、薄くなってどんどん消えちゃったんだよね。あれが多分空の人だと一番不思議だったかな。この辺からもうあれかな、ショーマル入ってるのかな、宇宙船かな、もう入ってるから、まあ、場所的にはもう入ってるな。ここからめっちゃ細い道になるんでね、あとは秩父のね、なんか面白そうなとこを撮って回ってくれって言われたけど、休みの日があったらね、怖い場所とね、秩父湖の吊り橋とか土壇場地蔵とか、あとはそうだな、確か浦山ダムとかね、学集落、佐平集落、山つかみ集落、冠集落、冠はもうなくなっちゃったって言ったんだっけな、山つかみ隧道とかね、トンネル、また久しぶりにあそこら辺の廃墟群行きたいな、うちから近いんですよ、20分ぐらいでね。夏行くもんじゃないね、本当に暑くて、ずーっと汗かいてあの距離歩くから、びっくりした、猫か。
るんですよ。めちゃくちゃでかい廃墟がね、なんかの施設跡なのかな。長蛇の車の列でもう、撮影断念しましたね。結構泣いたね、あの時は。まだ先かな、神社は。ほんとこれ車がうなるぐらい坂道。正面のね、上に小さな祠があるんだけれども、変な音したな、カーンと音したな、なんだろう。
奥まで行ったことないんですけど、めちゃくちゃ怖い神社があるんですよ。まあ、あからさまに多分廃神社だと思うんですよね。もうあの整備されてないっていうか、半分あの社のが吹き飛ばされちゃってて、多分台風とかでね、で中が丸見えなんですよ。で鳥居も3つあって、その3つのうちの2つかな、もうバターンって倒れちゃってて、頂上かな。
正丸と峠の頂上。ここでね、前ね、屋根も見ちゃってね、八王子の方にね、ちょっと用事があって行って、まあ、同僚どうだったかな、撮影行こうかなってついでいいやんって思って、こっち通ってたの。そしたらさ、そこにさ、警察と救急車、警察と救急車だったかな、いて、で、軽自動車から何か降ろしててさ、この辺そういうのが多いんだよね。4、5本ボツになってたかな。
あ、更新頻度がちょっとね落ちちゃったけど、心霊スポットで。カメラこっち。でも最後ちょこっと見えるのかな。あのトンネルが見えると思います。そこが旧、旧じゃねえや、小丸トンネルです。なんかね、旧小丸トンネルの噂聞いたんですよね。もうちょっと前だけど、実在したトンネルみたいな、まあ都市伝説みたいなもんで、ここは小丸トンネル。さらに上に旧小丸トンネルがあるっていうね噂。この噂好きなんですけどね。結構その噂通りのものがいろいろあるんですよ、そこら中に。でもワンチャンないものを見つけてもいいかもね。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。またねー、帰るよ、せんちゃん。